今回はたった5回でめちゃくちゃ効果的な腹筋を紹介します。皆さん腹筋って手どこに置いて行ってますか？手の位置一つでお腹にかかる力がかなり変わって効果的に行えるんです。以前紹介したあぐら足の腹筋、たくさんの方が結果を出しています。これをさらに今回は応用した腹筋方法です。1種目5回、物足りない方のために3セットずつ行います。メニューは初級、中級、上級と3つやりますんで、好きな分でもいいし全部やってもいいです。効果的に腹筋鍛えてお腹引き締めたい方は全部いきましょう。まず初級編は膝を曲げた状態で頭を起こします。首疲れると思いますので片手で頭を支えましょう。このままで手を交互に万歳していきます。頭を片方ずつ持ちながら息を止めないように5回いきましょう。それではいきます。スタート。1、2、3、4、5、OK。 体はできるだけ起こした方が効果的です。2回目いきましょう。スタート。1、2、3、4、5、OK です。結構効きますよね。手の力がお腹にかかるのですごい腹筋に効きます。ラストいきましょう。3セット目スタート。1、2、3、4、5、OK。 ああ、初級からして結構きついなこれ。それでは中級編です。足を組んだ状態で片手で軽く持ちましょう。反対の手は万歳です。膝を毎回叩く感じでいきましょう。5回、スタート。1、2、3、4、5。反対。1、2、3、4、5。 OK。 2セット目いきましょう。スタート。1、2、3、4、5。 OK。 反対。1、2、3、4、5。 OK。 効きますね。お腹に力が入ったまま手を伸ばすときにお腹も伸ばされるのでお腹によく効くんです。ラストいきましょう。スタート。1、2、3、4、5。 OK。 反対いきましょう。1、2、3、4、5。 OK。 効きますね。上級編は万歳から手を振りながら起き上がって体を起こしたままで万歳して戻ります。ゆっくりいきましょう。スタート。1、2、3、4、5。 OK。 効きますね。ポイントはできるだけ体が起きた状態で手を上げていってください。2回目いきましょう。スタート。1、2、3、4、5。 うわー、痛い。みんなも痛いよね。あともう1回ですからね。頑張ろう。ラストいきましょう。
ラストスペシャルメニューです。シーソーデッドバグやっていきます。万歳して足を上げたら足を振り下ろしながら体を動かします。これを5回です。いきましょう。スペシャルメニュー見よう見まねでいいです。やってみてください。いきましょう。あと1、2、3、4、5、6、7、8。お腹がだいぶ疲れてるはずですから、こっからちょっと追い込むためにメニューの負荷を軽くします。今度は膝を抱えた状態でゆっくり転がります。これラスト10回、いきましょう。これで終わりです。あと1、2、なんとなくいいですよ。3、4、5、6、7、8、9、10。OK です。使ったお腹最後伸ばしましょう。うつ伏せから手を脇の下について体を反らせて、これで10秒キープしましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK です。毎日続けるとお腹すごい引き締まってきます。頑張ってできた方はグッドボタンやコメントで教えてください。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて、登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。